はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。エンタメデュエルの申し子ネオニュースあたりです。本日なんですが、魔界劇団デッキを皆さんにお見舞いしていきたいと思っておりまして、デッキを組んできました。先に言っておきます、完全に高校ワンキル全振りです。魔界劇団いろいろね、構築あるとは思うんですけど、まあ、いろんな組み方あると思うんですけど、高校ワンキル狙うのが一番強いかなと思ってて、個人的にはこのビッグスターっていうモンスターと、あとこの魔王の降臨ですね、これがめっちゃ強いじゃないですか。これどういう効果持ってるかっていうと、まずビッグスターは一旦に一度魔界大根をセットできると。で魔界大根の魔王の降臨が魔界劇団モンスターの種類の数まで、攻撃表示ね、攻撃表示の魔界劇団の種類の数まで相手じゃなくてもいいんだけど、表側のカードを破壊するっていう効果があるわけですよ。だからまあ要はビッグスターで魔王の降臨セットして、魔王の降臨で相手のカードをぶっ破して全員でぶん殴るっていう、まあ、この構築が一番強いかなと思ってるんで、個人的には。なので、今回は高校に全振りしておりますっていう感じですね。でしかもこれ知ってます皆さん、自分のフェーズにレベル7以上の魔界的なモンスターが存在する場合、このカードの発動に対して相手は効果を発動できないと、つまり無効にせることができないんですよ。問答無用で破壊されざるを得ないというね、めちゃくちゃ強いです。はい。でまあ展開方法はね、まあ動画見ていただければなと思うんで、まあ一つ一つのカードの使い方っていうか、効果を説明していければなと思うんですけれども、魔界劇団のエキストラ、これはですね基本的にペンデラム効果で特殊召喚していきます。これは相手フェイトにモンスターが存在する場合にペンデラムゾーンとこのカードを特殊化できると、だから要はセッティングしたら即座に特殊化できると。でモンスター効果でこういうとリリースすると、できたら魔界劇団 P モンスターをペンデラムゾーンに置くということを思ってます。だから好きなペンデラムカードをペンデラムゾーンに置けることができるというのと同義です。なので、まあ、こいつをペンデラムゾーンに貼って出してリリースすると、まあ例えば、まあ、ワールドホープとか、メロマドンナとかビッグスターとか、この辺のモンスターをペンデラムゾーンに置くことができるっていうことですね。でカーテンライザー、こいつも同じような感じでペンデラムゾーンから特殊召喚できる効果を持ってます。これ自分のフィールドにモンスターを存在しない場合に、こいつをペンデラムゾーンにペッて特殊召喚できるので、これ結構強い。でこういうモンスターを素材にしてリンクしていくんですよ。まずこれがね、ハイパーディレクターっていうこのモンスターですね。これ魔界劇団モンスター1体で作れる、まあ、すげえ強いリンク1で、ペンデラムゾーンのカードを特殊召喚しながら、エクストラデッキの、P モンスターの中から特殊召喚、されたモンスターとはカード名が異なる魔界劇団の P モンスターを選んで自分の P ゾーンに置くと。要は P ゾーンのカードを特殊召喚して P ゾーンにカード置くっていう、なんかやってることやばないっていうモンスターなんですよ。これクソ強いです。だから例えばさっき言ったようにエクストラでP ゾーンにビッグスター置いて、で、カーテンライザーで P ゾーンから特殊召喚して、でカーテンライザーで、ハイパーディレクター出して、でハイパーディレクターでビッグスターを出しながら、メロモドのセットできるんですよ。これ最強なんですよ、これ。最強のディレクター。で、コミックリリーフ。これですね、ジャイアンです。相手のモンスターをパクるモンスター。これペンデラム効果で相手フィールドのモンスター1体と自分のフィールドのマカキナ P モンスターをコントロールを入れ替えるっていうね、これ永続です、これ。それこそこのカードを破壊するっていう効果。そしてモンスター効果でも一旦に一度このカードのコントロールがどちらこちらみたいな感じで、まあ要はコントロールを移すカードなんですよね。ペンデラム効果で基本的にはクソラコモンスターを相手に送りつけながら相手の強いモンスターをパクるっていうことを主にしていきますね。はい。まあ、これは結構このハイパーディレクターとかの効果で、置くことが多いし、あとメロンマドンナで持ってきてペンデラムスキルにセッティングすることも結構多いですね。で、差し入れ機は破壊耐性持っているんですよ、一旦に一回ね。で、こいつが破壊されるとレベル4以下の魔界劇団特殊ができるっていう効果があるんで、一応まあ、こいつをね、例えば、送りつけてから破壊して、自分のフィールドに特殊化するっていうこともできますし、先行で普通に、まあ、取らされた時にね、こいつを置いとくと結構強かったりするんで、まあ1枚くらいあってもいいかなと思うけど、なくてもいいですこれは。で、ワイルドホープ、これはねペンデラムスケールを変えられるっていう効果がクソ強くて、一旦に一度片方の自分のペンデラムゾーンの魔界劇団のカードのスケールを9にできるんですよ。これで要は3から8のモンスターを同時に召喚できるんで、これでビッグスターとかメロンバトンとかこのどでけえね
デビルヒルとかをバンバン出していくっていう感じですね。で、メロマドンナは、まあ、こいつも最強サーチで、まあ、これをペンデラムスケアに置いて、1000ライフ払うと、魔界劇団をサーチできます。なんでも、P モンスター。ただし、この効果の発動後短縮と決まって、自分は魔界劇団のペンデラモンスターしか特殊ができないっていう効果があるんで、注意っていう感じですね。はい、圧倒的アドバンテージを稼ぐモンスター。で、先行制圧モンスターを、リリースできるようにガムシエルですね。まあ、これ何でもいいです。怪獣とかであれば何でもいいです。で、デビルヒール。これはもう打点が高いから入ってる。で、先行制圧してきそうなデッキに、まあ、刺さりそうなニビルも入れてる。あと、ハーブル、ハニボーキとかサンダーボルトも入ってる。まあ、高校ランでライトニングストームが入ってる。で、合金。これはね、ハイパーディレクター以外本当に使わないんですよ。このデッキ。まあ、出したことないです。なんなら。一応入ってますけど、いろいろ。いろいろ入ってるけど、出したことない。マジでハイパーディレクターしか使わないから、まあ、だから合金で、まあ、吹っ飛ばして、ドローに変えてください。で、ライトニングストーム、さっき言ったように、高校全部突破するために入ってる、レッドリブート、これもね、まあ、エルドリッチとか、あの辺の、まあ、トラップカードを無効化するために入ってるっていう。まあ、そんな感じですね。動かし方はね、まあ、ちょっと難しいっちゃ難しいけど、まあ、見ていただければ、なんとなく分かってくるかと思うんで、早速ね、対戦動画ご覧いただきましょう。デュエル、スタンバイ。サバタリエンタメ劇場へようこそ。史上最強のエンタメデュエリスト、サバタリシンゴです。こんなキャラクターじゃなかった気がするけど、サバタリさん本当にすごいんですよ。ものすごい量のデッキ使うので、ダーツ、ミカド、妖戦獣、魔界劇団っていうね、4種類くらいのデッキ使いこなすんで、マジで一番デュエルタクティクスが高いんじゃないかと言われています、アーク5界では。ゼピロス・ベゼルシップだからね、これね、世界が終わった可能性がある。ライトニングストームと、なんか、合金程度では相手の妨害踏み越えらんねえみたいな話なの、これ。やばいな。ちょっと待ってくれ。ちょっと待ってくれ。そんなに妨害敷かれるなんていうことは聞いてないが。インフィニティだけ良くない。インフィニティだけ良くない。インフィニティー、やめて、マジでもうやめてください。いやー、めっちゃ伏せるやん、めっちゃ伏せるやん。合金とりあえず発動しますか。合金発動。強欲で金満なつもの効果によってカードを6枚除外し、2枚ドローしたいんだけど、なんかあるなんかある。インフィニティ君の効果どこ。あー、レッドリブート強、レッドリブート強。とりあえずライトニングストーム飛ばしに行くか。ライトニングソムで一回ぶっ倒しに行こう。魔法トラップカードを除去したいんだけど、なんかある。あ、ここインフィニティで止めてくれるってことは、一応展開は許されますね。じゃあ一応あとは魔法トラップカードだけですね、妨害は。なるほど、そうなってくるとこのレッドリブートとかいう最強カードがいかと生きてくんじゃねえか。まずは魔界劇団エクストラの効果を発動。このカードをペンデラムスケールにセッティングする。そして相手フィールド上にモンスターが存在する場合、エキストラはペンデラムスケールから特殊召喚することができる。あられろ、魔界劇団エキストラ。さあ、エキストラから昇格していくぞ。一体でまずは魔界劇団ビッグスターをペンデラムスケールにセッティング。そして魔界劇団エキストラ一体でリーク召喚。これがエキストラから昇格した史上最強のディレクター。行け魔界劇団ハイパーディレクター。さあ、ハイパーディレクターのモンスター効果発動。ハイパーディレクターのモンスター効果によりペンデラムスケールの魔界劇団モンスターを特殊召喚し、デッキから魔界劇団をペンデラムスケールにセッティングする。読んでいたよ、トラップカードがあることはな。いけ、うおー、レッドリブート。ライフポイントを半分支払い、トラップカードの効果をこのターン発動させなくする。お前はデッキからトラップカードをセッティングすることができるぞ。よし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 、いける。いや、どうせ幻影とかあるだろう、なんかファントムポックブレードを無限にセットしてるだけだね。さあ、俺はビッグスターを、ペンデラムスケールから特殊召喚し、そしてデッキよりペンデラムスケールに魔界劇団モンスターをセッティングできる。これにより大幅なディレクションが必要になるな。魔界劇団コミックリリーフをペンデラムスケールにセッティング。そしてファントムフォース。なるほど、でもこれってさ、今どのぐらいのモンスターが出せるんですか。待って、これサテライトキャノンファルコン1枚前、
あ、それは別に1枚え、これ1枚でさランク、あ、アークリビロンか、全然いいよ、全然いい、全然いい、それはそれ別に相手ターン何もしないもんな。とりあえずビッグスターの効果発動、ビッグスターはデッキから魔界台本をセットすることができる。そして魔界劇団メロマドンナをペンデラムスケールにセッティング。そして魔界劇団メロマドンナの効果を発動、このカードの効果によりデッキから魔界劇団モンスター1体を手札に加える効果を持っている。これによって再び現れろ魔界劇団ビッグスター。そしてこれで同時に1から7のモンスターが召喚可能。ペンデラム召喚、揺れろ魂のペンデラム、天空に描け光のワーク、ペンデラム召喚、現れろ俺様のモンスターたちよ。さあ魔界劇団エキストラと魔界劇団エキストラ、そして魔界劇団ビッグスター特殊召喚、そして魔界劇団コミックリリーフの効果発動、フィールド上のモンスター1体をコントロールを入れ替えさせてもらう強制転移だぜ。さあお前のインフィニティはいただいとそしてお前のアークリベリオンもいただいとそして魔界台本魔王の降臨を発動、魔界劇団のモンスターの数まで相手の表が表示のカードを破壊していく。レディースジェントルーン、これ足りてるこれ、あ、3000枚しかない、足りてんだこれ、バトルフェイスだぜ。さあこれがエンターテイメントだ、やっぱ俺ってカードに選ばれてる強っ。なんか相手も幻影初心者っぽい動きだったけど、魔界劇団が最強っていうことでいいですね今回に関しては。進んで高校取ろうとするデッキロクラデッキじゃないからね、ちょっとねこのデッキのね良くないところ言っていい、あの相手の先行展開をずっと眺めてないといけないっていうのがちょっとめんどくさい。あ、まあさすがになんかドライトロンとかなんかロンゴミアントロクソアイみたいなのが立てられるとちょっと無理なので、まあその辺はちょっとさすがにサレンダーしますけど、なんかサレンダーしなくてもなんか良さそうな盤面作ってくるやつはいるわけじゃないですか。その時のね展開で見ないといけないっていう、なんか初心者みたいな動きするやつ結構いいじゃないですかランク戦って。なんかまあ俺も言うてそんなにね、この魔界劇団詳しくないから、まあ、言うてプリンク遅いと思うんだけど、なんかその新しく作ったデッキとかってなんかすげえ回すのめっちゃ時間かかるっていうのあるじゃないですか。だからその相手のなんかあたふたあたふたしてる様子をずっと見守っていけないといけないので、まあ、そこがデメリットですねこのデッキの。はい、まあ、相手のね、まあ、オナニーを、まあ、見ることもエンターテインメントの、まあ、一環といったところ、うん、まあそういうことですよ。どういうこと？もう短いじゃん。割と君短いね。展開。なかなか、なかなか優しいんじゃないこれ。なるほど。エンゲージね。これ意外と、これはさすがに超えられんじゃねこれ。無理かな。まあ、とりあえずでもこれ、ガメちゃんをぶん、あーまあ全然いいよ。増殖してる字はもう全然いい。もうなんか、もうこのターンに殺すわ。もうこのターンに殺すわ、絶対に。ちょっと君さちょっと邪魔なんだよね。ちょっとどいてくれる？はい、これあげちゃう。はい。はい。よし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 。よし。よし、これでメインモンスターゾーンにモンスターが行ったため、相手は、あの多分伏せカードを使うことはできない。あとは自分で展開していけばいいだけだな。まずは、魔界劇団エキストラをペンデラムスケールにセッティング。そして、相手フィールド上にモンスターが存在する場合、まあ、俺が送りつけたモンスターなんだけど、これがいる場合、特殊召喚できる。そして、特殊召喚、ペンデラムスケールから特殊召喚したいモンスターを置く説は結構ある、これ。まずは、魔界劇団エキストラの効果によってリリースし、デッキからペンデラムスケールに何らかのモンスターをセッティングできる。これによって、魔界劇団ビッグスターをペンデラムスケールにセッティング。そして魔界劇団カーテンライザーをペンデラムスケールにセッティング。こいつはデュエル中に一度ペンデラムスケールから出てくる効果を持っている。やられろ魔界劇団カーテンライザー。そしてカーテンライザー一体でペンリンク召喚、ペンデラム召喚じゃねえや、魔界劇団ハイパーディレクター、ハイパーディレクターの効果、そうハイパーディレクターの効果によってもう増時貫通するしかないからね。もうこんなものはもう増殖する字を貫通するしかねえ。くそ、このエンタメ軍団にゴキブリなんて投げつけやがって、絶対に許さない。
お客様には存分に楽しんでいただきますよ。これ何置けばいいんだ。これさすがになんか誘発引かれてる気がするな。さあんだけ言ったらなんか裏とかあんだろ。さすがに魔界劇団メロマドンナの効果発動できるのかなこれ。いやなんかあでもこれは一応と、まあ、これはセットするから通るよね。ペンデラムスケールの効果発動、魔界劇団メロマドンナの効果により1000ライフを支払って、デッキから魔界劇団を殺したい。無理そう。無理そう。なんか無理そうな気がする。あいけるんだ、いけるんだ、いけるんだ、いけるんだ。それいける想定しなかったら魔界劇団デビルヒールでいいか。デビルヒール持ってくるしかないか。はい、そして魔界劇団ワイルドホープの効果を発動。ワイルドホープの効果によってもう片方の魔界劇団のペンデラムスケールを9に変更することができる。これによってレベル3から8のモンスターが同時に召喚可能。揺れろ魂のペンデラム、天空に描け光の枠、ペンデラム召喚、現れろ俺様のエンタメモンスターたちよ、いっけー。いやちょ強いぞ強いぞ、いいぞ。そしてデビルヒールの効果発動。デビルヒールの効果によって魔界なモンスターの数かける1000ポイントの攻撃力をダウンさせる。これによってこいつは出す必要あんまねえな。ぶん殴ればいいか。ここはまあ魔界大根を使う必要性すらあんまない気がするんだが、一応でもこれワイルドホープ爆破しよっか。ワイルドホープ爆破しよく説あるな。まあいいか、出てきたやつなんか出てきたら殺すか。なんか出てきたら足りてるし、多分これほぼこれもうだって8000だろ、これいけるわ、いけるはず。ワイルドホープの効果と、ワイルドホープの効果によって打点を上げていく。さあいけ魔界劇団デビルヒールの攻撃、お前のっていうか俺のガメシールを攻撃。さあ圧倒的大ダメージ、そしてまずは800でダイレクトアタック、ボーン、そしてカーテンラーザーでダイレクトアタック、ドーン、そしてワイルドホープでダイレクトアタック。そのくせカード何、ウィドワンか。効果無効にするだけ、あ全然大丈夫。よっしゃ、あぶねえ、いけビッグスター、はい最強でした。まあ、通常消化権残ってたから、あれはね、もう一体一応出しといた方がよかったね。いやーこのデッキ楽しいな。やっぱキャラクターごっこができるデッキって神ゲーじゃないですか。あの沢谷さんごっこできるデッキめちゃくちゃ多いんですよね。すごいですよ、あの人作中で死ぬほどカード使ってますから、ダーツ、ミカード、妖戦獣、魔界劇団っていうこの4種類を使ってるんで、素晴らしいです。本当、沢谷さん、マジ神。アレゴザウルス、あ、世界終わったかもしんない。あー、世界終わったくせー。ですね、アレゴザウルスで卵割るのはね、世界が終わる合図なんですよ。いや、さすがにね、一応高校を取って、なんか、マクロデッキではあるんですけど、あのね、誘発、このデッキね、先行9妨害とかできるんですよ。さすがに世界が終わった可能性があります。一応展開見ますけど、あまりにも見たことがない展開すぎるな。何すんだこれ、ベールゼ、これ誰、これなんか BF に入れてたの、これ戦闘及びカードコードの解散のやつね。はい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 、でダメージ受けるとなんか打点上がるみたいなやつね。はいはい、いましたねそんなやつね。これ一体何が起きるんですか、これ何するマン、これちょっとわからわからん。あ、やばいモンスター来た、レッドアイズブラックフレアメタルドラゴン。こいつあれですね、なんか相手が効果を発動するために500バーンを与えるとかいうなんか地獄みたいなもんですね。流絶乱、はあ、君は誰、ダメージ与えるマンですか、なるほど、痛いな、あれなんだこれ。あれなんだこれは。あれもしかしてこれ無限ループってやつか。おいやめろ、おい止まれ、お前何してん、止まれ、なんだこれ、俺何もしてないぞ、っていうかなんだよこれ、多分相手も何もしてないぞこれ、やばい、ベールゼの盾やばいって。いや大丈夫だ、
このベールで、ね、次のターンに殴ったら俺は勝てる。ちょっと待って、ちょっと待って、許してください、お願いします。すいません、うえー、全自動ワンキル、何これ。